みんな見なきゃ。これはレッツチコチコチコさん、おお、レッツチコチコさん、ありがとう。いいねをしとく、保存します。うわ、今日はあの似たこのこの2個ここに団子がついてる髪型がなんと4人もいました。あかりんさん、ありちゃんさん、りこち、私、4人も同じこの髪型をしてて激ヤバ。もう配信がないからって今日はみんななんかいろんな珍しい髪型をするんだろうなと思ったんだけど、そうそうなのよ。なんかメイクルームであかりんさんが、えー、みたいな、アリちゃんクラゲじゃんみたいな、クラゲヘアって言うんですよ。私はこれクマさんだけど、アカリンさんとアリちゃんさんクラゲヘアしてて、え、アリちゃんクラゲじゃんみたいな、え、同じなんだけどみたいな言ってる時に、やばい、私もなんかほぼクラゲみたいな、クラゲっていうのはこっから毛先が出てたらクラゲヘアなんですね。で、やばい、私もほぼクラゲやと思いながら、でももうあの隠れたとこメイクの部屋がなんか角っこだったから、私がなんかバレないようにこうひっそりとしてたら、そのあかりんさんを、あかりんさんの髪の毛をやってるメイクさんと鏡越しに目があって、え、パセリちゃんみたいな、え、パセリちゃんそれみたいな言われて、でバレて、そう、はぁーってなって、でリコチも、リコチがメイク室来て、え、私も今日はその感じにしようと思ってましたって言ったから、一緒やろうよって言って、今日は4人この髪型がいました。こんばんは。そうなんですよ。でも私はクマさんです。リコチは猫ちゃんらしいです。あかりんさん、たいちゃんさんはクラゲです。今日はあの朝からレッスンもあって、ツアー終わった後にもまた明日のレッスンみたいな感じで確認があったりして、もう2公演分ぐらいのカロリーを使った気持ちでございます。もうね、なんか帰ってきてちょっとコンビニにアイスを買いに行ったんですよ。でもなぜかアイスは1個も買わず L チキを買ってました。L チキを、 L チキのレッドを手に持ってレジに行き、揚げ物を干してて、アイスよりも今日はね、もうパセリじゃないかもしれない。あんなにアイスが大好きな私がアイスを買わず L チキレッドを買った。そうなの。こんばんは。そうなんです。うん、なんかチキン食べたくて。そう、今日はお疲れ様なのでそんなに長くおしゃべりはできないと思います。明日も2公演とリハとあるし、明後日も山口とあるので、あとココアさんの、明日ココアさんの壮行会もあるので、あのよかったら配信でもご覧になれるので、よかったらお時間ある方ぜひ、ココアさんの STU 最後のステージが明日の夜公演になります。明後日からの山口やココアさんはもういらっしゃらなくて、明日までが STU として公演とかに出る最後の日になります。そうです。そう、今回はどんなことをするかは秘密です。秘密でございます。アーモンドはもう食べてないです。食べてない理由はこの前話したけど食べ過ぎるからです。あれも収録が 2,3 ヶ月前なので、もうアーモンドはそれ以降全然食べてない。もう食べ過ぎちゃう、アーモンド好きすぎて食べ過ぎちゃう。白米と一緒です。白米だく好きだから、あの一人暮らしするときに炊飯器は買わないって決めて、ちょっと食べ過ぎちゃうから、ちょっとアーモンドじゃないもので栄養を補給しますね。あれは私みたいな食べ過ぎマンには向いてない。ココアは卒業なの？いや、卒業じゃないです。あのクアラルンプールのグループに移籍するので明日が最後になります。
なので卒業ではなくて壮行会、卒業公演じゃなくて壮行会って形で、あのココアさんの最後のステージになります。そう、壮行会もね、あのぜひ見てほしいです。クアラルプール、そうじゃん。今日はこれね、よく広島駅とかいろんな場所で売ってるし、私も売ってることは認識しとったし、存在もしてたし、なんかみんなが美味しいと言ってるのも知ってたんですけど、今日初めて食べたんですよ私このゼリー。したらめっちゃ美味しくて、なんか果肉がもう大きくて、しかも何個も入ってて私好みでした。そう、これも定番だよね、広島のお土産。え、賞味期限が誕生日でちょっとなんかハッピー、私の誕生日まで持つそうです。これちょっと美味しかったからね、もらってきた、もう一個スタローが私の分もらっていいよって言ってくれたからもらってきました。じゃーん、明日の朝ごはんにしようかな、今から食べようかな。え、見てほしい、みんなに見てもらうためにちょっと開けてみようかな。これ冷えてるんですよ、なんかねスタッフさんが冷やしてくださってて、ちょっとみんなに見せよう。見て、こんなに果肉ゴロゴロなんです。しかも大粒の、うわ香りもいい。今日みたいな踊った日のさっぱりしたい時にめっちゃいいわ。ほら果肉ゴロゴロ、やばいこぼれちゃう、果肉ゴロゴロで、しかもここまでぎっしり果肉もゼリーも入ってて、ちょっと蓋を一旦して後からもう一回冷やして食べよう。おすすめです、これハサクゼリーね。広島駅とかでもあのいっぱい積み上げられてるというか、あのなんかラッピングされてるやつも売ってるんですよ。これ袋なんか、ね、プレゼント用みたいな感じで渡せるやつもあるし、小売りもされてるし、コンビニとかでもあるかな、サービスエリアとか結構どこにでも売ってる。これだから広島に来たらぜひ食べてみてほしいです、ね、めちゃめちゃ美味しかった。あ、岡山でも買えるの、そうなのだそうです。岡山 JA の職員さんがこんな感じの顔描いたらって書いたのが採用された。そうなんだ。これ JA の職員さん、マイキューさんみたいなセンスしてる。でも色合いがいい、色彩感覚がめちゃめちゃ良いです。今日はちょっとおしゃべりしながら髪の毛ほどいていこう。皆さん今日もヘアピン予想してください。私がこういうお団子した時しかできないから、お団子恒例ヘアピンクイズ。では皆さん予想大会始まりました、よろしくお願いします。それではどうぞどうぞ。ああ、まつげがバキバキです、マスカラで。まあ、おみんな10本あたり言う中18本16本と、なかなかチャレンジャー、あ17本、38本、24本、当たったらパセリの愛をください。どうかな、パセリに愛をくれたらパセリの愛を返しちゃうかかもね。じゃおしゃべりしながらいくよ。1本目、今日はリア中とたくさんおしゃべりしました。リア中、パセリちゃんお話ししたかったでしゅって、あのツイートの喋り方そのままって感じで
めっちゃ可愛いです。今2本目パシャリシャン、昇格おめでとうってやっと直接言ったんですけど、ありがとうございますみたいな感じパシャリシャン、そうこんな喋り方です。わかんない、同期の前では違うかもしれない。どんな喋り方なんやろう、気になります。同期の前での喋り方どんな感じですか、ショールームとかリア充。やっぱ今ね3本だけど次4本目がなかなか取れません。4本目、じゃん。配信でもデシュデシュ言ってる。あ、そうなの、そうなんだ、あんな感じなのね。なんか私に気を使ってくれとるんかと思ったけど、普段からなんかよかった、なんか嬉しい。3,4,5、今5本。あれ意外と少ないかもしんない。あれ右5本でした、右5本、じゃーん。この U 字のやつが2個と普通のヘアピンが3本、5個。あれもっとあるイメージ。左1本目ね、少なかったです。2本目、あ左が多いかも。3本目、4本目、5本目、6本目、あれ7本目、8本目。おお。9本目、あれすごい左右差すごい。10本目、おお終わりだ。15本でした今日のヘアピンの本数は。今日はこの15本のヘアピンたちがパセリの髪型を守ってくれました。私はですね、クマさんヘアにちょっと心配事があって、前回ね私がクマさんヘアをしてる時にユミリンさんの卒業発表があったので、ちょっと今日はちょっとねドキドキしてたんですよ。もし今日誰かが発表するなんてことがあれば、私は今後一切クマさんヘアをしないで生きていこうと思っていたんですね。なのでこれ今後もね気が向いたらまたクマさんヘアたくさんしようと思います。よかった、今日もドキドキした。15本、じゃあポイします。もう汗で錆びちゃうので。明日どんな髪にしよう、明日2公演ある。待ってください、なんとびっくり1本出てきた。16本でした。あ待って待ってください。待ってもう1本出てきた、17本だった。正解。いや待って、こっちもさ団子ほどいたら出てくる可能性あります。ちょっと待って、ほどいてみる。ほどいたら新たなやつが出てきた。18本、終わりかな、さすがに終わりかも。18本でした。あ待って、え18本だな、18本でした。キャー、もうモサモサです。すごいニアピンだった。うまいね、うまい。
ピンだけにね。今日はナイキでした、リハギ。もう最近このナイキさ、まだこれ買って去年買って5回ぐらいしか着てないんですけど、なんかもうすでによれ始めてて悲しい。最近いっぱい着すぎてるかもしれない。いやいやいや、なんか北沢いちごさんがアットツイートしました。出てきたけど何事？通知が来た。何事なの？ああ、なるほどね。リコチが、リコチや。リコチへのリプが私に来てた。通知が来たってだけだった。なんだよ。なんだよ。ちょっと期待して開いたら違いました。リコちゃんが私の写真を載せてタグ付けしてくれてるから、そう、ファンの方のなんか、リコチよかったよ、みたいな。リプとかも全部私に来る。私が褒められてる気持ち。そう、タグの時ね、来るよね。めっちゃ可愛いので見てください。この4人、ほぼ同じ髪型4人組の写真ね、ぜひ見てください。巻き込みだったわ、恥ずかしい。髪ほどこう、もうなんかさ、こうやってライブ終わりに配信ができるときはいいんですけど、配信ができないとか、夜もう移動だったりとか、もう時間的に配信できないときはこういう髪型をしたら一人で孤独にほどかないといけないんですよ。なので今日みたいにみんなに見てもらいながら、あ、今日はこんな風にメイクさんは髪型を作ってくれたんだなって、みんなに見せびらかすことができて、とても嬉しい。いつも孤独なんだ。お風呂上がり、間違った、お風呂入る前の時間はもうなんかもう虚無ですね。鏡に映る自分、わあ、私もうアイドルじゃなかったらこんな髪型絶対もうすることはなかったやろうなみたいな思う。街中でいないじゃないですか、この髪型、なかなか。わあ、いっぱい汗かいた。髪のボリューム感がさ、ディズニープリンセスの意地悪なキャラクターみたいな。こんばんは。ボリューミーになっちゃった。明日はどんな髪型かお楽しみにね。配信あるけん、みんななんか楽しくするのかどうなんだろうね。固めてあるからめっちゃ髪が今ギシギシです。スプレーで固まってて、お楽しみに。今日は23時までで終わろうかなと思います。ちょっとね、いっぱい喋りたいこと、瀬戸利の話とかもいっぱいしたいんですけど、明日は2公演もあるしね、2公演あるので、明日、明後日もあるのでね、ちょっとね、お風呂を早く頑張らなきゃです。大喜利見たよ。ライブ終わってパセリアの絵で検索したらいっぱい大喜利始まってた。めっちゃ聞いてたよ。ありがとうございますみんな。そう、大喜利大会始まった。面白かった。今日はありがとう、こちらこそありがとう。明日も頑張ってね。明日も頑張るよ。明日ココアさん最後やけんね、明日会いましょう。待ってるね。ありがとう。まだ投稿してない？あ、
大喜利、あ、大喜利出遅れた強制的みたいになってる。いいですよ、もういつでもみんなが忘れた頃に書くのもありですよ。こんばんは。こんばんはです。なんかまひなさんのツイートの ALT に最近ソラハとパセリにおちょくられるみたいな書いてたんですけど、別に私まひなさんのことおちょくってるつもりはなかったんだけど、本人からしたらなんかそんな感じの受け取り方やったんやと思って。なんかまひなさんさ、あの私のイメージというかファンの方の中でどういうイメージを持たれてるかわからないんですけど、まあキャッチフレーズ通りマイペース、マイペースで、でもちゃんと自分の世界観を持っていて、でお酒を飲む酒飲みな感じのツイートを最近してるし、あと保健室ラジオのメインパーソナリティとかして、お姉さん、みんなのお姉さんってイメージがずっとあったんですよ私の中では。でも最近はまひなさんのなんか甘えん坊なところを見ることが多くて、そう可愛くて とってもとってもギャップというか、そうなの。なんかソタロウがお姉ちゃんしてまひなさんが妹みたいなのをよく楽屋とかで見るんですよ。だからめっちゃ可愛い、ギャップ萌えじゃん、もうこんなんやんギャップっていうのはと思って、めっちゃいいわって思って、今日それをソタロウに言ったら、多分ファンの人もまひなさんってそういうお姉さんのイメージ持ってると思うけど、こういうなんか甘えたというかみんなの妹的キャラクターなのあんま知られてなさそうだよねみたいな言ったら、えみたいな、まひなさんといえばもうそういう感じじゃんみたいな言われて、 MC とかでもそういうキャラだよみたいな言われてさ、えそうだったんだ私はもうまひなさん、世間的なまひなさんのキャラクターはお姉さんみたいな、大人のお姉さんみたいなさ、おしゃれインスタグラマーみたいなイメージかと思ってたら、あの世間的にも妹キャラみたいな印象らしい、ソタロウが言うには。知らなかったそれは。だからもうまひなさんをずっと何年も見てる方とか、一期生の中のまひなさんとか見てる方からしたら多分妹みたいなイメージあるけどね、え、そうですよね、お姉さんイメージ強いよね。だからそういうね、最近そういうギャップの部分みたいなのを見ることが多くて可愛いなって思ってます。あと保健室ラジオに読んでほしいなと思って、あのなんか会う時に言おうっていつも思ってるけど、なんか催促みたいで、なんかあやっぱやめとこうっていつもひよって言えないです。あ、言おうかなと思って言えてないです。ね、保健室ラジオ楽しそう。どうやったら出れるんですか、あれは。この前なんかリネタンとアリちゃんさんのギャルコンビ出てた、保健室ラジオ。お疲れ様です、こんばんは。あれは順番なのかな、回ってくるかな。あ、お酒をあげるしかないのじゃあ明日朝からお酒を買いに行って、ちょっとどうぞってこっそり渡すしかないか。じゃあ私が保健室ラジオに出ますよって言ったら、あ、きっとこれはお酒を渡したんだなと思われるやん。ワセリきっと裏で、あ、出たいですってお酒あげたいなって、うん、いや分からん、どういうルールで出てるのか分かんない。ちょっと今度お願いしてみます、勇気が出たら。
いですね。こんばんは。まひちゃんが長崎のお酒を紹介したら確かに急に長崎のお酒ばっかりツイッターに上がり始めたら、あ、これパセリやんみたいな、絶対パセリ渡したやんみたいな思える。もうそろそろ11時になっちゃう。もう今日は結構ヘトヘトでございます。ヘトヘトだよ、頑張るぞお風呂。こんばんは。そろそろですね、お時間。皆さん今日もありがとうございました。ちょっとまた山口の、明日広島に公演で、明後日山口でツアーがあるので、そちらが一旦落ち着いたら、徳山、間違った、徳山じゃないまた山口行くじゃん、徳島と岡山混ざっちゃった徳島と岡山混ざって山口に行っちゃった、徳島と岡山がね、ちょっと期間が空くので、ショールームとかできるかなと思うので、またそこでゆっくりお話ししましょう山口だった、徳山、山口、徳山のスタバはとっても綺麗。ありがとうございました。それでは壇上を読んで今日はお別れとなります。皆さん見てくださって本当にありがとうございます。来週の水曜日はですね、来週水曜日はチェキ会もありますので、皆さん覚えててくださいね、チェキ会の存在を。チェキもあります。それでは壇上行きます。行くよ。13位カズさん、12位メロンのあそこさん、11位イモケンピさん、10位りょうへいさん、9位クワドリさん、8位しんいちさん、7位しんちゃんさん、6位じんだいさん、5位スプマンテさん、4位としさん、3位ゆうたくん、2位じーつーさん、1位ぷーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日会場に来てくださった方々、平日の夜などにありがとう、時間を作ってくださって、明日来るよって方も気をつけて来てください。配信で見るよって方もちゃんとアイスとか用意してみてください。明日はちょっと予定があって方はまた次の機会にぜひ、お待ちしております。それではおやすみなさい、ありがとうございました。